どん、リサイだよ。はい、リサだよ。さよなら、さよなら。はい、不正解でーす。不正解でーす。ないです。はい、今回はキラキラドンキで1万円分購入品紹介。うひょうひょー。親に見守りながら。ん？でございますね。見守られながらだよ。親に見守られながらでございますね。はい、今回はパパとママもいまーす。今回それぞれ1万円分ね買ってきたんですけど、パパとママが欲しいと思ったらこのね欲しい札というものをあげます。でパパとママが両方欲しい札をあげた場合、こういう状況ね。そう、そしたらそのものは没収となります。イエーイ、楽しい。でもあのパパとママ両方あげないとダメだから。そういうことね。ママだけが欲しいと思ってもダメ。じゃあ前からあげちゃうよ2人とも。はい、せこいです。そのためにねルーレットを作りました。なんだなんだ、こんなこんなやつですね。3000円5000円8000円のね書いたルーレットがあるんですけど、この分の値段しかパパとママは没収ができません。2人合わせて邪魔します。8000円、5000円。じゃあパパとママが意見が合えば5000円分最大ね、うん、もらえるってことですね。 Yes, I do。 じゃあね、早速リサミから紹介していきます。じゃーん。これはね、泡玉のゴーラージの100個入りなんですけど。何これ。ちょっとさ、こういうの夢あるよね。なんか駄菓子屋とかにさ置いてあって、それなんか欲しい、これが届いてんだろうね。すんすんの、さすがにね、いらないよね、泡玉とかつって。ちょっと欲しい気もするな。せーの。え、欲しい。いるんかい。あげないよ。なんだこれは成立しないのか。これはもらえないんだよね。そう、まあ、札をあげなかったパパにだけあげたいと思います。じゃん、こじこじの前髪クリップ。かわいい。かわいい。めっちゃかわいくない？かわいすぎる。めっちゃかわいいよね。もうこれは絶対に成立しないと思って買ってきた。だってパパはあのそもそもつけれない。確かに。だからつけれるよ。 100% 成立しない。スーツの胸ポケットにどう？いや、そうだ、やだよ、かわいそう。やだよ、これ嫌がってる。さやのことがね。違うわ、ネクタイ止めるやつにいけんじゃん。リアルだ。そういうのでいいやん、それだったら。せーの、欲しい。はい、成立。ブブー。なんであげないんだよ、ネクタイに留めるんじゃないの。いや。じゃあ次なんですけど、ダダン。なんだこれ。なんかこれはなんか4つのブラシをなんか1個にまとめられるってやつっぽくて、なんか私も使い方わかんない。あ、ふわふわ。へえ。あ、しまうんだ。それでこんな感じでこれでアイシャドウ塗ったりできるんで。はい、じゃあせーの、欲しい。おお、今の後出しじゃないの。今の後出しじゃない。何に使う。いや、ママが欲しかったらパパは協力しようかなと思って。あー、空気読み始めた。やばいよ、やばいよ。ママが息吸ったらもう合わせて出さないと。はい、次のセコイです。セコイです。はい、じゃあ次、じゃん。おお、これは、毛穴が、ない、みたいな。毛穴の目立たないすっぴん美人の目指すをできるクリーム。的な感じの、そういう系のやつですね。あ、毛穴を目立たなくするお米のクリームってことね。そう。それでめっちゃね、おすすめもされてて、スタッフさんみたいな人から。わかんない。わかんないけど、紙書いてあって。そういうコーナーでしょ。そう。そういうコーナーにあって。うち、このお顔の、このメーカー、ちょっと気になってて。うん。でね、買いましたね。お米のマスクとかあれ？そう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 。じゃあ、せーの！じゃあ、やったー！あー、なんで？じゃあ、続いて、ダダン！コアラのパーチ。コアラのマーチ。見逃して。コアラのマーチのヘアピンでーす。かわいい。かわいくない？かわいい。これは、なんか、
そう、みんなに使ってほしいなと思ってみんなに開けるように買ってきました。え、みんなとね一緒に使おうよって感じでなんかあ、せっこなんかずるいなだから別にここでゲットしなくても全然カスカス全然カス逆に手あげたらうちらは買ってもらえないから、逆に手あげたら貸さないから、札あげたら貸さないからめっちゃ圧力かけてくるめっちゃいい、せーの、欲しい、開花しませんはい、次いきますね。じゃん、転がす油取り紙です。え、何これ、普通の、あのうちも分かんなかったんですけど、こういう感じらしくて、これを持ってけばベタついたなって時にこの辺とかに塗るとかね、顔は良くないと思う不思議、なんか髪もなんか洗ったりとか、え、この何くるくる回るところ洗えるの？うん、洗うんだって。でもな、200回くらいコロコロやっちゃった、やったらもうそろそろ洗ったりとかして、めっちゃいい、で持ち運びとかに、でも待って、プッシュするおでことかね。でもちょっとこれ微妙なんですよ。これさ、パパとかでも使えそうで、あのちょっとマスクの中とか、いやこれちょっと、あの鼻の際とか、これいやこれちょっとあのジャガイモっぽくてちょっとあのジャガイモくっつけてる匂いになったりしちゃうかもしれないですよ。あのおすすめはしないです。手を上げないでください。手を絶対に上げないで、なんか見たな、上げないで、いつせーのって言うかわからないんですよ。めんどくさいな。せーの、欲しい、イエーイ、1500円です、ありがとうございます。でも1500円だったら、あー、まだいけるのか、全然いける、全然いける、おつ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 、マジか、これ結構うちの中で結構使おうと思ってたやつなんですよね。え、なんかうちでも欲しい、今のうちに顔に塗っときます。うざい、うざい、使わないで、もううちらのものだったから。消えてる、すごい、お、消えてるますね、てってるーん。で、これはクマとくしみをカバーで、カバー乾燥を防ぐってやつなんですけど、あ、それいいよね。あとなんかこれ涙袋もできるって聞いたことある。ふっくら明るい目元に、うん、うん、はい、じゃあせーの、よっしゃ、それも借りたいと思います。アウトでーす、試させてもらいたいと思います。アウトでーす吐きそうになった今没収されるかもと思った、吐きそうになった。次はちょっとあの危ういんですけど、じゃん、ベビースターラーメンの、あのこれうま塩味って見たことなくないですか。へー、あの札持ち始めて、やめてそれよくない。でこれはだから家族で分けようと思って、いや家族で分けたらこんくらいしか食べれって、それはいけるいける、もうちょっといける、いや持ち始めんのやめて、家族で分けようと思って、うまっすね、家族で分けようと思って、ねえりさんね、せーの、え、マジ、あげようや、それあまり興味ない、ベビースターラーメン食べないあんまり、いやいや、ガチか。でも3人で分けようと思ったんですけど、パパは手あげちゃったので、さやとリサで分けたいと思いますハッピー、めっちゃハッピー、どんどん。で、これはニキビのなんかパッチみたいなやつなんですけど、で、これはニキパで、で、これはね、メディヒールでーす。あ、ニキビができた時とかに貼るってこと？うん。ちょっと、さやみちゃんって、なんか今、ここにニキビある。言うなって、言うなって。それ貼った上からメイクできるみたいな？え？え、それめっちゃいいよ。そうなの、なんか貼ったままメイクできる。2種類買ったんだ。せーの、欲しい、今あげる位置でやばと思ったんだけど、次はじゃん、リサとあの似てる感じでニキビを防ぐとか、日焼けによるそばかすを防ぐとか、カミソリ眉毛を、あ、カミソリ負けを防ぐ間違えましたね今ね。1800、あ、見た見た、85年からあるんです、明治からあるんだって。これも勧められるゾーンにあって、私結構釣られちゃうんですけど。ね。うん、なんか明治っぽい。そう。ね。ちょっとガチっぽい感じ。10代のアクネ用化粧水第1位。あ、もう年齢もドンピシャだまま。すごい。10代かよ。ばっか。うちだわ、10代。
じゃあせーの。おー、よかった。まあ、ニキビできないもんね。ニキビできるけど、あのさやのニキビに効いてそうだったら使いたいと思います。うわー、そういうのよくないよね。せこいよね。せこいと思います。次はちょっとやばいかなと思ってるんですけど、でーんドローリースーパーブリンク。なんか脳みそってうまそうじゃないですか。脳みそっていうか脳か。え、手あげると思ったのこれ。いやばそう。これちょっと危ないと思ったみたいな言ってきやすい。こんな感じ。なんかこれとかが分かりやすいか。うわ、ちょっと黒め。なんかママが編集中に食べそうなかなみたいな思って。これを編集中に。やだよ。でも頭良くなりそうだよね。せーの。マジかよ。なんで？マジか。理由聞きたい。ママの編集がはかどるかなと思って。真に受けてる人いたここに。じゃん。日焼け止め。ですね。これはなんかこういうのはあんま使わなそう。せーの。ルナギーす。と思った。これさえ使いたいと思います。ういうい。あ、続いてこちら。いいよ。ハニーグミでございます。こちらは ASMR でバズり中とのことなので、すんの楽しんでください。せーの。一人でご堪能ください。なんか商品に申し訳ない気持ちになった。そこはあげようよ。そこはあげよう。次、じゃん。え？何これ？カラコン。カラコン？これは文字出すべきですよ。鉛筆かと思わなかった。よ鉛筆一ダンスみたいな。これカラコンですね。え、その人目ないけど大丈夫？カラコンのパッケージだけど。横顔なんじゃない？え、口開いてんの？どういう状況なのその人の表情。わかんないこれは。カラーは桜餅みたいな。はい。ピンク？目ピンクになるの？あ、違う違う。桜ロールですね。へえ。ピンク。でももうそんなんじゃない。ちょっとあの自然なやつ多かった。一番自然めな。せーの。でーでーん。お腹ついてんの？ねえ。今日ダマゼリーね。食いの？食費足りない。ちょっと不安定。ストレス溜まってんの？大丈夫？大丈夫？ほぼ食品じゃん。全部普通のドンキで売ってるやつじゃん。キラキラドンキで売ってたの。やばい。先輩にやった。プチンのやつ？そう。やってみたいそれ。マリモ羊羹知ってる？あ、わかるわかるわかる。あれみたいな感じ。プチンって刺して砕けて食べる。砕けはしないけど。ピャンって出てきて、くるんめくれるやん。そうそうそう。ああ、やりたいやりたい。やりたいよね。で、これは、まあ、ぜひ、ちょっと、イヤホンとかつけて。なんでそんなにさ、これ配信者に誘おうとすんねん。いいなんで活動させたいの？パパとママを。せーの。欲しい！はーい！よくないよ。食べたいし、やりたい。ありがとうございまーす。ねえ、次のメースでも、ちょっと聞いてください。ねね。近くのスーパーで買えん。しかもでっかい。あ、でも大きいんだ。大粒サイズで。え、ほんと、もうすぐ1個がでっかいんだ。1個が大きいの。そうなの。せーの。あーアートでーす。アートバシアートでーす。今の見ました編集さん。ちょっと遅かったか。もう残り少ないんだと思ってハッて思ったけどダメか。ダメダメ。はい、じゃあ最後はね、2500円ずつで2人でね協力して買いました。それがじゃんと、アイラッシュセラムまつげ美容液ですね。まつげくーにゃーんにゃーん。それはへーね、リサ伸びるんですか使ったら。らしい。なんかもう一種類あってそっち買おうと思ったんだけどちょっとつなぎれだったから。へ、はい、5000円もするんだってこれ。え、ちょっと待って待って。え、うちら予算オーバーじゃん。うん、札上げてももらえないじゃん。
はい、ナオネイニーさん。なんか悔しいな。これ最後、これ最後。ダメダメよ。隠し持ってた。ほんまや。ダメにしたもん。ダメにしたもん。ムカつく。ムカついてきた。はい、ということで、終了しました。お台場のダイバーシティにあったので、ぜひみんな行ってみてください。お願いします。フォローがいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。バッタンバタン。